絶望ネームオタボクサーさんからいただきました。いつまでも夢を見ている僕を神谷さん、夢から覚ましてくださいとのことです。お願いします。はい、 Repeat after me。 漫画の必殺パンチが現実に出せるわけないだろう。頼むから引退して、いい加減定職につけよ。頼むから、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 漫画の必殺パンツが漫画の必殺パンチが現実に出せるわけないだろう。頼むから引退して、いい加減定職につけよ。頼むから、頼むから、頼むから、頼むから。ありがとうございました。ありがとうございました。山田編その3。稲見さんが俺を殴った後、ごめんなさいと走り去ったら、バナナの皮で滑って転んで泉に落ちたぞ。俺はどうしたらいいんだ。お困りですね、高梨さん。山田、泉のせいですよ。またかよ山田。またです、山田です。そんなわけで、あなたが落としたのは。落としてない、落ちたんだ。細かいことはいいんですよ。いいから、あなたが落としたのはデンプシーロールを華麗に使いこなす稲見さんですか。あ、ちなみにデンプシーロールとは、上半身を8の字を横にした軌道で振り続け、体が戻ってくる反動でパンチの連打を叩き込む技だよ。それともアッパーカットで一撃必殺の稲見さんですか。アッパーカットとは、下から突き上げるように放つパンチのことで、噛んじゃったからごめんね、もう一回言うよ。アッパーカットとは、下から突き上げるように放つパンツのことで、パンツっちゃったもう一回いくよ。みんな、映像をつなぐからちょっと待ってね。はい、アッパーカットとは、下から突き上げるように放つパンツ。アッパーカットとは、下から突き上げるように、もうやめようかこれ。山田からテイク2。わかりました、相馬さん。いきますよ。それともアッパーカットで一撃必殺の稲見さんですか。アッパーカットとは、下から突き上げるように放つパンチのことで、大抵は顎を狙うよ。違いが全然わからん。違いが全然わかりません。どっちも大体同じじゃないか。真剣に選んでください、高梨さん。本物を選んだ暁にはご褒美に、この二人の稲見さんを差し上げますよ。大サービスです。いや、どっちもいらない。ひどい。いや、全然ひどくないです。あ、